さて、始まりました。ちょっと待ってよ。気をつけ。よろしくお願いします。今日から10月やな。一年の計は元旦にあり、月始めの計は1日にあり、今日10月1日や。早いな、あと2ヶ月で今年もおしまいやな。で、俺もこの間また奈良行ってな、精神統一やってきてんけどさ。で、こう精神統一する、その行く前日にグルメが来よったよな。またあいつはもういつも爆弾仕掛けて帰るようだけどさ、今回は何を持ってきたんかなと思うから、まあグルメの 125cc の単車は届いててみたいな。で、俺はもうほらテストを受けに行くときにヘルメットいるから言うて、ヘルメットもちょっとかっこええん買ってみたいな。なグルメが来たときに、あ、ヘルメットいらんよ、これ持ってきたよみたいな。もうかっこええねやんか。で、俺がこうた強けしねと似てるからさ、いやいやいや、返品したらええねん。えみたいな。ええねえねえ、別に関係ないやろ、返品返品みたいな。で、そのまま帰ってもらって、え、どないすんねんみたいな。で、まあ今回のグリムが落としていた爆弾をさ、あいつもこう音楽ちょっと興味があってな、いやまあ俺がやること全て興味があるのかな。まあギターやって、でちょっとギターを難しい言うとで、俺がなんかこういうの買うわけやんか、こういうのな、何をなんか知らんけどさ、グリムも同じように買うてんねんか。昨日この間来て初めて言うてんけどな、いや僕も同じのも買うたわみたいな。今逆なんでるけどな。ほんで、今回はリコーダーっていうの、あれの電子リコーダーみたいなやつって音程が変えられてみたいな、あれはこうちっちゃくでどこでもできるしみたいな。で、いきなり俺にそのギターでさ、何やったかな、明日からさ弾いてって言って、だから俺ピンピンと探りでの弾けたわけや。感動しよって、えみたいな。次このエレクトーンで弾いてみたいな。もう弾かれへんねん。よかった言うて、え、何のことやみたいな。で、カツラは、まあ、絶対音感ではないけど、普通の曲聴いたら大体スッと分かるみたいな。で、俺はこう分からへんかったわけや。でも努力はすごいしてるみたいな話になってて、で、いきなりグルメが俺に聞くわけや。レオ知ってるみたいな。え、え、ユーリの、え、なに、え、みたいな。え、ユーリの例は知らんのみたいな。え、みたいな。ショックや。え、みたいな。これでカラオケ行った時に俺がさ、虹歌ったり、裸の心歌った時に、え、って驚かれたわけや。まぁ、あ、ちょっと前の今風ないで。で、今回グループが来たらさ、え、ユーリ知らんの、もうええわ、みたいな。また言われてショックやなぁと思って、でねえやん言ったら、でまあええねえねえみたいな、ショックやんかってくっそーってあいつ帰ってからさ、そのユーリのレオっていう曲聞いたわけや。歌えるかいこんなんみたいな。もう全編こうウィスパーボイスやねん、あのささやくようなところで、で、裏声が入って、みたいな。もうなんやねん、これ、みたいな。こんなん、歌えるかい、みたいな。で、ランク、ほら、いろいろ見たら、A ランクに難しいね。で、そこへ、語りのようで2番とかを漢字を込めたりするね。俺、もともと漢字を得意やけど、で、まあ、1番は、さらっと音で、ね、漢字を入れていって、みたいな。なんや俺と一番不得意なやつや。ね、とりあえず今日も10月1日やから、
俺が言いたいのは、同じようにこの曲をな、怪しき仮面軍団に言ったやろ、お前らこの曲ちょっとやれみたいな、全員してね、ショッククソみたいな、レオって言うたらみんなが、ああユリねえな、知ってる知ってるみたいな、あとペテルギウスとかドライフラワーとかって、全員知ってんのかよみたいな、歌えるかって言うたら、ちょっと練習したらみたいな、クッソーみたいな、そら若いやんか、だいたい16言うてもみんな18くらいかな、から25ぐらいまでおんねんからさ、みんなこう若いからさ、これはあかんと、クッソーと思って、今日や今日のためにレオを歌ってやろうみたいな。で最初このレオってやっぱりほら家族やんか、どっちか言うたらな、だから俺口細でチョボちゃんで歌うつもりやってん。でこう歌聞いて、まあこんなもん分かるかよ、でカツラにいつものようにプリントアウトしてって言ったら、もうすぐグリムがドームが来るから忙しいからあかんって断られて、えっみたいな、俺は俺なりのこう歌詞を覚えて歌を覚えるタイプやな、カツラはメロディーを覚えてあと歌詞はあるからええって言うねんか、俺歌詞を覚えて意味分かってあとメロディーやねん、グルも一緒やねん、だからえこれどこに属すのみたいな大笑いしてたんやけど、で俺がこの歌歌うって知らんでな、くっそーと思って、ほぼ3日徹夜かな、もう少なくともこの曲間違いなく10時間は練習してるわ、これが言う水面下の記事外的努力やねな、これ俺はさ怪しき仮面軍団にこれみんな歌えるからおもろないやん、でも俺はなこれをこう人間界には言うのやめて、なんでやったらすっごい負担になるからみたいな、多分10時間もみんな時間取られへんしな、つってばかわいい歌ってこんなん普通のおっさんやおばはんができへんできへんみたいな、ましてやキーあわ変えられへんねんが、この普通の YouTube から撮ってきてコピーしてするやつやからめっちゃ高いねんか、キーもできへんやんか、もう最初から絶対諦める曲、もう俺普通はな、でもクソと思って心に誓ったから、え知らんのみたいな、クソみたいな、でまたほらグルムとカラオケ行く機会があるやんか、その時に歌太郎みたいな、なで前も行った時にレモンやったかな、カツラにボッロクソに言われて、猫とかもボッロクソに言われてみたいな、でもカラオケで歌ったらえ歌えてるやんかみたいな、別に練習してへんで、でもやっぱり頭に残ってんのかな、今回もよっしゃ頑張ってみよう、有利なみたいな、ペテルギウスなみたいな、ドライフラワーなレオなみたいな、あれ普通で歌うだけでもめんどくさい、これをこう替え歌にするみたいな、ほんなら夢の中でさ、 M ちゃんがこれはワンちゃんの歌やで、内容で言うたら女の子が犬こうてるやけレオって言うな、ところがこうデートとかしてどうこうしてあんまりこう自分のことかまってくれへんって寂しいなあ言うて、最終的に女の子がきっとあの結婚するかなんかで出ていくねんや、で多分そのレオが死ぬんやと思うんだけどな、で次またあの犬こうたら違う名前つけてよみたいな感じの歌やと思うねん、でも俺はなそれでは思んないって、これを替え歌にしてみたいな、でチョボちゃんにしようと思ったら M ちゃんが犬の歌やから私にしてやいうことになって、あ、まあ、分かったみたいな、で替え歌にさなあかんやん か、 だからレオのところを M にしてな、で韻を踏まなあかんねん、あの分かるかな、最後 M なんか生物みたいにならなあかんねん、こわな、ほんまのもんかって韻を踏んでんねんけどな、俺待てって、みんなこの近くのおばちゃんがさ一人な、何も言うてもさ、L ちゃんって言うね。で、こういう、カツラが、いや、M なんですよ、言うたら、はい、わかったって、今度はたら、L ちゃん。S、M、L の L ちゃんって言うねんか。で、そうかな、それちょっと使わせてもらおう、みたいな感じで。だから、俺にしてみたら、M ちゃんが死ぬんじゃなしに、俺が異国の空へ行く、みたいなな。
エムちゃんはほんまに行ってんねんからさ、エムちゃんがおって、じゃあ俺が異国の空へ行くからな。って言って、エムが残されてる、いう替え歌。前置き大きいけどさ、まあ一遍歌ってみるわ。まあ、言うたけど、めっちゃ下手。で、キーもどうもほら、ウィスパーボイスも苦手やし、で、なんやった、裏声出るけみたいな。やけど、もうこれ以上練習しても無理やから、みたいな。とりあえず10月1日から新たな挑戦して、それをちょっと聞いてな。はい。頑張ります。だから今日、ほら、画面も変わってるやろ。だから普通はこっち消すんやけど、わざと両方つけて。じゃあ、M ちゃん、似てるかな俺一生懸命。もう今俺こんなようええから、俺上手やな、みたいな。M ちゃんシリーズで言うたら、これや。散歩の途中、ワンちゃん見たらこう、エムちゃんのこと思い出してん、そんな時期もあってんやん、エムちゃんみたいな。みんなほら、犬とか猫飼うてるやつばかりやろ。で、こう、ほら、カツラに言うたらこう、内緒やけどさ、カツラの笑顔、エムの澄まし顔、いつ見ても何回見ても心が安らぎ、癒される、エムちゃんとカツラがおった、みたいな、こう、この過去の絵で、みんな過去の写真やで、あせやせやせやみたいな、今なんかほら犬って調べると出てくんねんな、便利やなみたいなのがあって、一応 M ちゃんの歌を歌うようになったきっかけや。頑張りました。言うたけど超下手くそ、人なんかに聞かされへん、でも頑張ったというな。73のおっさんが一生懸命今の歌を、俺が一番不得意とするところを頑張ったいうのを聞いてな。よろしくお願いします。じゃあ頑張ります。これはな、何言うてるか悪いから文字見てくれていいわ。文字見て聞いてくれたらいいわ。それからまた目つぶってやけど、最初俺マスクして歌おう思っとってん。でも何言うてるかこもって分からへんから、マスク外してこれで歌うことにしたわ。よし、じゃあ頑張ります。よろしくお願いします。ショーケースの中過ごしていた、誰も彼もが過ぎ去っていた、怖かったんだ君に連れられるまではが、君と同じの小さな手、この水に曲がりくすぐりはだ、こんなに君のこと好きになってた。どんな時でもそばにいて君がいるなら、あらら名前は手にエルじゃなくエル、君がつけてくれた名前だから、嬉しい時も悲しい時もそばにいるの君と大事な人。大きくなるほどに僕との時間は変な通り、遠く日々の夜の軌道し仕方がないかなが、最近つけてるその香水、花のつくに僕にとっては嫌に、今日も帰りは遅くなるんだろうな。君がいない部屋、夢を見るあの日のとまた名前は M、 L じゃなく M、 君がつけてくれた名前だから、悲しいけれど悲しいけれどそばにいると君が大事な人。異国の空へ旅立つ時、
下へ向かえてきたうちに撫でて揺れたね、きっと上手い彼だね、最後にさ会えたからね、幸せだよ。名前はエミュー、エビじゃなくエミュー、君がつけてくれた名前だから、仲がいいでよ、名前呼んでよ、あの日より大きな手で撫でてくれた名前はエミュー、エビじゃなくエミュー、君がくれた名前でよけたんだよ、忘れないでよ、それでいいだよ、新しい誰かにまた名前つけてもらう。どうも、これがエルちゃんとエムちゃんとの話や。なんかこう一生懸命こう泣きそうな歌や、もうこのウィスパーボイスで3番に感情を込めて、でも歌詞覚えて感情を込めて替え歌にするみたいな、よう頑張った。でも俺はこうなんかその水面下のケチがいてきてるこう伝わってくれたら嬉しいかなと思ってる。だから人間界にはこんなん生と言えへんもん。でもまあこれ一曲知ってたら若者と喋れるみたいなのあるわな。ほらそんな気持ちでグリムに今度カラオケで一回歌ったろうみたいな、ね、だからこれ他にも通用してみたいな。でやっぱりそういうのか、やっぱり服装が若かったら気持ちも若なるみたいなもんで、家にばっかりこもってたらアウトみたいなもんやんか。よっしゃね、M ちゃんもおしまい。そしてまた今度はな、今度は言うたんやが、ヘルメット買うた。今あるわ、もう持ってこう思ったけども、ヘルメットもうええわ、もうそれな、さようなら、幻のヘルメットや。また返品するね、今開けんと真っ白のままあるわな。で、あ、これこっち置いとこうか、待てよ。え、どうやねん、こう、え、ちゃうわ、え、こうか、で、もうすぐ、あれ、なってるか、あ、あ、あ、開けたな。来週、グリムが来るやん、で、坊主二人も来るやん、じゃあ、みたいな、なんかこうたらなあかんなって俺がこうたんが、これやな、これ見て覚えとってくれよ。でこれをこうたな、あれをこうた見てくれよ。いいな、見えるか、これがまたすごいね。これ見て、夢があってな、ああ、もうマイクいらんな、もうこれとりあえずすごいね、見とけよ。あのグリムがめっちゃ気に入ってん、なんでか、これ単車の音となんか同じじゃねんて。でこれ見てかっこええなみたいな、で最初この補助輪つけへんかったらめっちゃかっこええやんみたいな、これだけでちゃうね。次、もっとおしゃれね。これ外国なんやけどさ、弾きながら音楽あんねん。普通、子供の音楽でなんかこう、童謡みたいやん。ちゃうねん。
漫画見たら、しかもこれアクセルをこうやったら、ほら後ろに向いてるよ、ほら後ろに向いてる、でこれをこうやったら前前と、このここ踏んだだけで動くねんで、おしゃれと思えへん。で夢語でこれこれなんか他のみんなさ、なんかおもちゃみたいな、すっげえおもちゃみたいな。ほんでまあ何かな、こう俺単車乗っててどうこうで、で早速わかる、これ今日や、今日昨日か、昨日の晩開けて、これ手のプロテクター、膝肘、あいつインラインやってるから、インラインのやこうちゃんとこうな、これええなみたいな、教習書持っていくっていいね、肘だけど、なんか向こうであれみたいけどさ、自分の持ってるね、ちょっとかっこええやろみたいな。でヘルメットはなんかあのグリムがなんかくれるって言ったからさ、だからまあ日々なんか漫画みたいな生活してねな。でこうでまあ話でね、見たけどこうな、このこう突然やっぱ嬉しいやん、俺毎日まあバイク乗るのにこう、あとなんか手袋もしないけど、なんか手袋あるみたいに、めっちゃ俺が持ってて、なんかファッションのでかっこいいやつがライダーのやねん、もうそれとか。ほんでこの逆にな、いつも嬉しかったのはさ、これ何やったかな、なんとかマスカット、なんか高いやつや、カツラがさ、モグラさんから贈り物だよカツラ、名前をパンとモグラさんから届いたよみたいな、あシャインマスカットやったかな、なんか高いやつね、めっちゃでかいね、でこれもみたいな、ういありがとう。だからこう何の話をしてるかって言ったら、今までほらこうやめていったやつってのはもうえみたいなのがあるけど、ちゃんとこう贈り物をしてくれたりとかな、そんなのがこうあるわけやんか。でほら俺すごい困ったんは、 Facebook、 YouTube でメッセージ全部新しくなって、やり方が全く分からんかって、最初みんなの名前が出てけへんかって、みたいな、であれこれあれこれやりながらみたいな、で一応できたみたいな。で今度は YouTube、写真の上げ方が全く分からん、全部なんか新たな形になったらもう全く分からへんねん。で電源切ってやっても全然できへんし言うて、それもぐわ色といてやっと分かってん、出なかったら YouTube できへんやん、まあ、で、あんま全然話変わるけどさ、あのいつも行ったらあの道の駅寄ってさ、これね、なんか唐辛子、これも唐辛子やねんて、でこれはなんかねえパプリカかな、なんか秋の野菜やみたいな、こう行ってこうできてみたいな、ちっちゃいねんけどさ、でね、どこまで言ったかな、え、どこまで言うとか忘れた、ね、俺アホやから、これもほら栗売ってたから、栗もこうできて、今なんかあの部屋に飾ってるけどさ、でこうせせせやんで、あれ Facebook も YouTube も全部、一番困ったんが過去の出来事っていうので、いつも俺写真と文章をコピーして置いとったんや、ずっとそっから使ってたんか、出てけへんねん、なんぼやっても吹き矢のしか出てけへんねん、みたいな、これめっちゃ困って、どないしようかな、うわーみたいな、これなかったらめっちゃ大変やし、言ったらみんな聞いたら全部出てくるよ出てくるよって言うねんか、え待てよみたいな、あんた一生懸命どないしてはもうほんまに大変、これできへんかったらうわーみたいな、文章も全部自分で過去のもこんなん出てくる、昔言うてることと今言うてることほとんど変わらへんねん、ほんでこう笑うかもしれへんけどさ、自分自身の投稿5年前とか8年前とか、この間10年前の出してもさ、
今俺が感動するにすっげえなーみたいな。だからその当時普通に出してたやつが今では驚いてんねん。自分が自分に驚いてる。あかんそれではって、もうちょっと自分にも厳しくならなあかんいう感じで、今回下手くそかもしれんけどこのレオを選んでみたいな。で M ちゃんに帰って歌ったんやけどな。だからこういろいろ考えてさ、君が異国の空へ旅立つ前に、いうことは俺が死ぬ前に伝えたいことがあるよみたいな、会いに来たよみたいな、みたいなね、練習が変えてるとこはそこが、そこと、あとはエミちゃんぐらいにしか変えてないわ。あとが大体意味わかると思うねんけどさ、こうやって解説せへんかと絶対わかれへん。みんなメロディーだけ聴いててみたいな。これもっとスローやったらわかるけど、結構早口でトットットットで語りみたいねんから、俺最初マスクしようと思う。あ、ちゃうねん今日、ちゃうねん、もうちょっと待ってや。そうやね、語りやったらかめへんやん。10月からな、待ってくれよ。10月からちょっとこのスタイルでいこうかなと思ってな。なんでかって言うたら、マスクしとったら見えへんやん、分かれへんやん。白い眼鏡で今風やん、髪も今風やん、服も今風やから若者に見えなんちゃうかなみたいな。どういうことかって言うたらさ、10年ぐらい前かな、10年じゃ7、8年前かぐらいや、なんか割引やるときにさ、老人になったら割引やつやれんか、敬老の人はね割引みたいな。で俺敬老です言ったら、受付の女ですね、怒られて、証明書見せてくださいってめっちゃなんか偉そうに、なんか何言ってんのみたいな。で証明書出したら、ほんまやってんですね、すいません。めっちゃかっこいいやんか。これとかって、空港でさ、お年寄りのところ座らなあかんとこ座っとってさ、なんか70歳以上かどうかやけど、おばちゃんがさ、なんでこんなとこ座ってんの、ここは座るとこ違うって怒られたもんね。先生言うたけどさ、きっと俺若者に見えたんやと思うね。おばちゃんに怒られて、俺歳大丈夫やねんけどみたいなのやってんねんけどな。でも最近ちょっとそれ目指してんねんか。だからこうサングラスばっかりかけてもええけど、素顔を見せて、言うてもマスクでごまかしてるけどな。だって外へ行くとき行こうやんか、メガネもこれやんか。最近ちょっと言ったさ、わあメガネおしゃれやねとかどうこうとか、これは家おるメガネやけどな。あとメガネも全部今変更やね。外行ったら暗なったり明るなったりするやつが白と黒と赤とあるのかな。で、銀色とあるのかな。でも作る上で限られてくるんやけど、待て待てと、自分自身がやっぱりこう他から見ても若者みたいな。だって背筋の下にとってどうこうやったら分かれへんやんか。本当はすごいしんどいでも歩くときはかっこしやろ、シャキッと歩くやんか。これ忘れたらあかんなっていうことや。なんでそれと、これな、俺竹ってすごい好きなんやんか。でこう竹を見ててみたいな。なこれ覚えてる、この竹、これ注意深いやつはどうかな、どうか違うね。これ俺が泊まってたホテルやね。ライトあれろ、これシャンデリア、これ奈良の泊まってたホテルの内庭にある滝やね。だからやっぱりこう気持ちを切り替えたりどうこうでみたいな、自分の中でこういろんなことやったりするんやけど、俺もせんこう一生懸命書いたり、これ買って寸法をこうやってもういろんなことやったわ。だからやっぱり待て待てと、何でもこう初心者は努力絶対せないかんみたいな。
で、グリム言われて、打てば響かなかった。言われたらすぐ、こんだけだ、その歌打てたらびっくりするやん、みたいなな。で、グリムに言うたやんか。グリムさ、これなんか調べたら、なんかこれ飛び切りとったら最年少ら、あの、最年長らしいで、って知ってるよ。え、知ってて言うか、みたいな。で、俺言うたやんか、例えばこう、いろんなほら、関係者とか知ってて、で、飛び込みっていうのはまず通れへんし、10代はまず通れへんって。70代はまず見やって。なんでかって言ったら、10代はそんなことされたら、自動車学校行かんと、みんな自分でどうこうして取ろうと。だから、今の若者は、え、一発で取れんのって知らないやついっぱいあると思うね。下手にどうこうしたら困るから、だから10代には免許与えへん。いるんやったら、学科行きなさい、みたいな。なるほどなってなったね、うまいこと。70代は、もう多分自動車学校が、70過ぎて自動車学校行こうとしたら、あの、息子さんや娘さん読んで説得して辞めさすみたいで。だって、法律ではあかんではないねんもん。70過ぎたら危ないやん。で、前も言ったように、あの、自動車学校行っても、50代で受けた人は、半分以上が卒業検定落ちんねんて。50代でやで。で、また再試験受けたりとか。多分70代なんて問題外らしいわ。だから、あの、その、元その、教官が話してたら、一発試験なんかまず通りませんみたいな。なんとなくわかるのは、通る人はどんな人が通るかって言ったら、過去に、その、ライセンスを持っとって、で、しばらくまた取り直すみたいな人は通るかもしれへん。大概は落ちるみたいな。そして一般論やで。まあ、また燃えるけれども、持ち出したらあかんみたいな。俺一遍こけて、ほんなら嫁に言うとめっちゃ怒られるやんか。だけどまあ、とりあえずだから、俺車乗ってたら、自転車や単車めっちゃ鬱陶しいねん。で、俺今その単車に乗ってんねんか。そしたらプッとされるんも、もうバックミラーに後ろに車来たら、よそよ、あの、細い道やったら、あの、路肩へ分けて待ってるもん。通ってからしか行けへんもん。だから、車からしてみたらめっちゃ迷惑やな。で、ほら、今乗ってるやつは30キロ以上出したらあかんやん。で、大きな道路行くと邪魔やもん、絶対に。だから、極力大きな道路、あの、使えへんしてね。大きな道路やったら曲がられへんやんか。一旦、大きな道路やって右へ回ろうと思ったら一旦あの渡って降りて自分で押して渡らなあかんみたいなことをせなあかんねんか。だからもうめんどくさいなみたいな。でいろんなルールがあってやけど、まあ俺はだからこう今日は10月1日でその改正はせえへんけど、で愛しっかみんぐんなにも言うたから、いっぺんこのな解説はちゃんとやるみたいな。理論だけかもしれんけど一生懸命調べてみたいな。ええやんか。あの、記録やんか。最年長。別に一発で通らんねえねん。とりあえず一発試験を通ればええねんて。だから俺多分10回も検査絶対受けんと思うねん。もう5回で通れへんかったらもう諦めると思うけど、グリムからボロクソに言われると思うねん。でも5回で通ってもグリムは、お、やるなって言うと思うねん。俺もしジャッジやったら、審査員やったら、俺絶対通せへんの。70代。しましてや73、え、2年したら70からもうやめとき、免許返納の年にしかも単車、そんなもん何考えてんねん、周りからやめさせなさいって絶対言うと思うねん。分かるって、俺もしジャッジやったらそうするもんみたいな。なんぼ今できてもさみたいな、そんな面もあるなし反射神経も遅なるしみたいな。なだから自転車あの立って乗ってても一方通行ってめっちゃ怖いもん。自転車全部逆走するやんか。めっちゃ怖いもん。自転車どけへんで、我が物が悪いで。道もそうやねんけど。車乗っててもそうやんか。分かれへんねんて。だからみんな、車が悪いってなるやん。単車なんか絶対単車が悪いってなるもん。単車一旦停止なみよしよれやんもん。まあ車もそうやけどさ。だからもうそんなんもあるから、まあとりあえず今日は10月1日。俺は
腕が響いてるぞ、足っかみ軍団にお前らはもう礼をやれ、みんな知ってます、えショックやみたいな、人間界にはやれへんかったはずや、これやって覚えとったら若者とも喋れておってなるやん。その時は苦痛、俺苦痛やん、えこんな無理やん、めっちゃ下手やで、下手でも頑張って一応ある曲を M ちゃんに編曲して韻を踏むような形で歌ったみたいな、いいや、まあ、だから自己満足や、よし頑張ったらもうクタクタやみたいな、寝てへんもん俺だから、ね、そういうことなのか、ね、することどうこう、もう前にすることいっぱいあるけど、そんな言いたないもん、関係ないわみたいな、時間は自分で作れるみたいな、時間の奴隷にはなりたくないしみたいな、忙しいとは絶対言いたないしみたいな、だから今日出したん、出すの夢てん、またずっと今日も練習してても歌な、最後の最後まであんまり下手すぎたらいかんみたいな、下手やで、下手やけどもうやめてくれっていうぐらい、知らんやつが見たらもう下手はええねんけど、ちょっとこれなんとかしたらこんなんやめようっていうぐらい下手やったら嫌やから、まあ下手やないうぐらいでな、どう下手やっていうぐらいで嫌やから、その分頑張って、わかった、今日はこういろんなこと特にどうこうないけど、10月1日俺は俺らしくみたいな、それもなんかきっかけ、グリムが言われたら頑張るとか、またドームが来たらクソ頑張るみたいな、なやっぱりそういうこう気迫だから、俺今全神経を体温上げることに頑張ってるやん、みんな当たり前思ってるやん、でも俺抵抗力が全部全神経だって、あの温熱の先生が言うもん、温熱34度から36度ってめっちゃ驚く世界やねんて、だから全神経そっち、今までやったら64とか73で体温やってんけど、今もう91やん、体温全部やから他に支障をくんねんか、でも人はごまかしてても自分ごまかしてへん、でも体温落とすことはできへんもん、命に関わるやんか、体温またバーン下がったらまたがん増殖するからみたいな、だからまあな、笑い話は今年2回死にかけてなを笑い話にしたいみたいな、まだまだだから気緩めたら体温緩んだりどうこうするからみたいな、まあ人や単車乗って怪我したら笑われるやんか、プロテクターつけてヘルメットつけてみたいになるとな、でまだ聞いてくれるか、話全然別やねんけどさな、ヘルメット今かっこいいやん、で俺のことやからどうせ黒で乗るやんか、まだね、カツラに言われんねん、やめときって、確かにかっこええよって、で俺黒の革ジャン買うたんや、あのライダー、ほんまにライダーが着るようなやつで、ヘルメット全部真っ黒な、でもかっこええなあ言うてパッと見たらさ 50cc やったら笑われるでみたいな、確かにそうやなみたいな、であのグリムの125やったら黒やからええけどさ、今乗ってるほらレンタルのな、おしゃれやなぁと思っといて見たら、え 50cc? ってなるやん、だから今かっこいいファッションはせえへんね、恥ずかしいからみたいな、なら頑張ってとりあえず何でもかめへんって、打てば響いてこの指止まれみたいな、これは別にだからあの人間界であの口調査連中怪しかめ軍団もう区別せんと全部一緒にやるつもり、だから俺は今友達おれへん、ええねん別に友達なんかおらんでもみたいな、クリームはいつも友達おれへんって口癖やねん、だから俺が友達おれへんやったらうせやんって言われるから、うせそんな他の人に失礼言われるからさ、俺はだから俺が言う友達ってのはいらんと、その怪しき仮面軍団みたいな連中を増やしたい、無理やで、めちゃめちゃ難しいで分かってる、でもそのそれを不可能に挑戦する自分自身妥協しない、それが成田隆や、はい今日はここまで、気をつけ、じゃあね、ありがとう。